ペットのお悩み解決ドア編。お留守番中や目を離した隙に愛犬が勝手にドアを開けてしまう、そんな経験ありませんか？そんな時、ドアにひと手間かけることで解決できますよ。レバーハンドルは簡単に開けられてしまうことがあるので、握り玉タイプのものに交換すると良いでしょう。また市販のドアレバーロックを使っても効果的です。ワンちゃんと過ごす部屋は内開きのドアにすることで急に飛び出すのを防げます。愛犬が危険な目に遭わないためにも、しっかりと対策を取りましょう。お家を整え、ペットと楽しい毎日を。